はい、おはようございます。本日小島の SG ボートレースダービー3日目になります。予選3日目、今日も初日に続いて全レース勝負していきたいと思います。で、今日は、まあ、開催初の雨ということで台風がちょっと気になっていまして、一応天気予報を見たら今日の夜中に風が強くなるみたいなんですけれども、今日と明日の開催中の時間に関しては意外とそこまで強くならないっていう予報なので、まあ、どんなに強くなっても多分安定板がつくほどではないと思うんで、まあ、ちょっと傾向変わってくると思いますけれども、まあ、対応して勝負していければと思います。はい、じゃあ頑張ります。今日も勝てるように。今日の目標金額は50万回収でいきたいと思います。まあ、うまくいけば帯回収ということで頑張っていきたいと思います。はいはい、お願いします。では早速1レースから勝負していきたいと思います。まず1レースなんですけれども、船足がいいのが3、6と、まずは3号艇の大上選手は昨日の6コース戦のレース足を見ても僕はすごくよく見えたんで、この中だったら僕は一番船足がいいと思ってます。そして6号艇の市川選手、昨日は結果出なかったんですけれども、初日の松井選手と競った時の船足がめちゃめちゃよく見えたんで、あの時の状態に戻ってるんだったら6コースでも僕はチャンスがあると思うので3、6を重視して買いました。まずは大上選手のまくり、またはまくり差し3、1、4、6流し、5号艇の寺田選手はやっぱ足が悪いんで、まあ、まくり差し来ても2着までは来れないっていう予想です。で、1、4、6に追加購入。はい、そして展示では、寺田選手がちょっと動く姿勢見せてイン深くなってインが売れてないんですけれども、本番は多分動かないで通の3対3になると思うんで、そしたら逃げる可能性もあるんで1、3、6モーターの1、3、6に購入と1、6は満州なんで2、3、4これだけ抑えました。なので、まあ、最初からちょっと面白いレースになったかなっていう感じで穴狙いでいきたいと思います。はい、ファンの皆様おはようございます。おはようございますの声じゃねえだろ。さあ行け、上幸先よくぶちかませ。6メートルか、ちょっと強いな、かなり。揃ったね。いや、行った、よし、いいぞ、いいよ、飲み込め、まくり出し、あー浮いた。マジか、うまい、うまい、かなり乗りづらそうじゃない。今のまくり差し入ってよかったけどな、完全に魚谷がうめえのか乗りづらさなのかわかんねえな。でもやっぱ大江は来てるからいいんだよな、話は。おい、市川どうした、やっぱ調整ミスったか、あとめっちゃ遅いっすよ、また5日目調整ミスったか。ウォータリーの足は弱いな、やっぱり、あれで刺さんねんだもん。長島との差が大きいね、かなり。はい、一発目は外れです。いつも通りです。このレースは、モーターがいい選手が1号艇の池永選手、なんですけれども、ちょっと前半2日を見る限り、前節ほどのパワーはない、ちょっと期待外れなんですけれども、まあ両方6コースからの発進だったので、池永選手そもそも6コースそんな得意な選手じゃないんで、もうちょっとこの銀線が鍵になると思ってます。で、他にモーターで注目できる選手がいないので、もうここはだったら池永選手、展示もすごく良かったので、まあ調整バッチリ合わせてきてると思って願ってのイン逃げを買いました。でも点数はもうめちゃめちゃ絞って、相手に選んだのが5号艇の山田選手。この中に入れば山田選手の船足がまあ池永選手に次いで優勢だと思うんで、1号流し、これちょっと金額配分なしで全部、均等買いで、そして1、2、4、5これだけ押さえました。まあちょっと今追い風強いんで2コース4コースの差しだけが2着に来るっていう予想ですね。まあ売れてないので、で中野次郎選手はやっぱり相手本戦で売れてるんですけれども、船足に関してはまあワーストクラスだと思うんで、これだけ売れるんだったらちょっと嫌うということで山田選手を相手軸に買いました。はい、これで勝負です。風強いな、カメラ揺れてるもんな。ダイエースは予選競争2号戦、4番5番
揃った。よっしゃ、これは逃げたろ。追い風強いけど大丈夫でしょう。やばい、頭はね。マジか。差し返せ。いや直線は行けないのか。いや無理か。いやうめえな山田浩二。頭はねえなマジで。いやすげえな、さすがに満州。うわマジか、くっそ、頭まで抑えるべきだった。ダメだね池永、3になった。いや1か、3じゃね。3だ。もし51勝ってたら悶絶でしょ。51勝ってたら鬼悶絶だった。531は俺絶対勝ってないから。はい、3レース、ここは柴田選手が F2 なんで4554がな臨機してるんですけれども、狙ったのが2号艇の原田選手です。初日限定あるんですけれども、出足に関してはやっぱりずっといいので、引き続きいいので、まあスタートも絶対に行くので、まあ、3がへこんでも、まあ、特別井口選手の伸び方ではないので、原田選手が壁になってそのまま追い風を生かして差し切るっていう展開が、まあ、そこまで売れてないんで、これがちょっと人気の盲点なんじゃないかということで、僕は2の頭固定でいきました。2451345で145145に追加購入ですね。はい、これで勝負ですね。まあちょっと原田選手減点はあるんですけれども、まだ可能性は残されているんで、ここで1着取れば、なのでまあ他の選手よりも勝負度は高いので決めてくれるんじゃないかということで、頭固定いきます。柴田行った、いいんじゃない、まくってもいいぞ。逃がすなよ。よし刺される。あー逃げたか。刺さんねえな。あくそ逃げたか。えぐいなやっぱ松田のモーサー。てかめっちゃうまくなったよ。誰そんななんか SG でささばけるようなさ選手じゃなかったよ。うまいよね最近本当に。マジでうまい。刺さんねえなこの説明が。深川もでも上積みしてるっぽかったね今の出足見ると。ちょっと良くなったね。うん、はい、4レース、ここは徳松選手が動いたんですけれども、萩原選手だけ入れて前田選手は抵抗して1234655っていう風になりました。で最近ちょっと前田選手抵抗すること多いんで、と本番も多分展示通りになる可能性が高いと思います。で、まあ、可能性があるとすれば前田選手も引いて1236455なんですけれども、これになったとしても徳松選手はスタート早いですし、前田選手は伸び型ではないのでまくれない。で船足がいいのが1と6。1号艇の江口選手はずっと出足、めちゃめちゃ前半よく映ったんで、まあ、前田選手が引いたとしてもまくれないって考えれば、僕は江口選手は逃げれると思うんで逃げ信頼。相手は出足のいい徳松選手、まあ、4コースに入っても5コースに入ってもまあ2着に来れるんじゃないかということで16流しで1624に追加購入してます。はい、でもここは正直勝負度低いんで1万円勝負で、5コースになった場合12とかで来ちゃう可能性は高いんで、勝負度はちょっと低めで少額で勝負です。はい、できれば4コースまで入った方がいいな俺的には。やっぱでもやっぱり抵抗するな、5コースだな。まあでもなんとかレース足は絶対にいいんで、
道中の逆転でもいいから2着まで来てほしい。よし、まくり出せ。開いた。あー、やっぱ1、2か。いっぱい出てんな。出てるね。どこだ。下手したら、え、直線えぐくね。直線の足、えぐかったな、今。めちゃめちゃ出てるわ。ガチガチの一番人気な。ユカはめっちゃ出てるね。めちゃめちゃ出てるね。医師のユカはともに覚醒モード入ったかもしれない。ユカは今日1回走りだっけ。今日1回走りだ。出てんな。はい、5レース、ここはモーターがいい選手が揃っているんですが、特別いいのが3号艇の西村選手。まあ、前半2日を見る限り、西村選手の船足はもう全部いい。まあ、今節の中で見てもトップクラスだと僕は思うんで、まあ、このメンバーに入っても西村選手が抜けている。であとは中堅上位ぐらいはある選手が揃っているのでちょっと難しいんですけれども、進入が、松井選手が動いて深谷選手だけ引いての、1、2、3、4、6、5。だからさっきと同じ感じになったんですよ。で、これは本番正直わからない。松井選手が動くのをやめる可能性もありますし、もっと強気に動いて1、2、6、3、4、5になる可能性もありますし、1、2、4、6、3、5になる可能性もありますし、天地通り西村選手も篠崎選手も抵抗する可能性がある。まあ、これはちょっとわからないんですけれども、難しいんですが、僕は単純にモーターが一番いい西村選手を買いました。引いてもチャンスはあると思いますし、スローの3コースでも、沈めるだけの足はあると思うんで、もう頭中心3145流しですね。3がマクリーザしかまくってるってなれば、2はちょっと潰されると思うんで、まず2は2着はない。そして、5号艇をあえて入れたのは、やっぱ深谷選手はレース足がめちゃめちゃいいので、短期になったとしても西村選手が展開を作ってくれれば2着には来れる可能性があるっていうことですね。あと逃げはもう1、3、5、3、5のみ。深谷選手は昨日茅原選手と競り、道中競って勝っているので、やっぱりレース足がめちゃめちゃいいと思うので、一番売れていないので、だったらもう西村選手絡みで5だけ買うっていう感じですね。これでちょっと穴狙いで勝負したいと思います。はい、天地通りか。オートレースコントロール第66回オートレースダービー開催3日目戦いデコレース予選競争が始まっています。みんな抵抗するね。深谷だな、鍵を握るのは。深谷が来てくれればおそらく当たる。逃げでも、これならマクリサシ入ってもいいと思うけどな。ないもののオール船券絡みです。短期が増しドコース5号艇の深谷智博しけ。の1号艇大江およそ100起こしとなってスタートまで残り10秒となりました。いけ、飲み込める足はあるはず。スタートだけよ、行ってよ。よし、行ったろ。これ決まったろ。フライングじゃね。よし、あ、1が、よし、オッケー。あれ3号あんだっけ。あるある。どう、フライングじゃないっしょ。フライングじゃない。よし、これマンシューだろ。完璧だぜ。紐が高い方がいい。いや、紐高いの来い。バカ、深谷、深谷。お、うまい、うまい。3、5、1マンシューじゃない。いや、マンシューだけど、119倍。6は132倍。お、待って。
2はねえから2が一番高いんだよ。いやあるよあるよ、まだ全然あるよ。352は225倍。2はないな。4は変わらない120倍。いや深谷ナイスだわマジで。4ならい4の方がいい。まだ分かんねえな全然。だからちょっと1かな。1っぽいな。4の方が多い。まあでもみんな変わんねえし、いいや。1だな。いやこれはナイスマッシュでしょ。これはナイスマッシュ。3号が大本線だから。ただちょっと追加購入してねえのが悔やまれるけど、それはあの展示なら仕方がない。ちょっとよく大上残したね、あのっていう感じで、もうこれは完璧ピッチングで見るんじゃないでしょうか。はい、OK です。はい、6レース、このレースは船足がいいのが1、3、4、6と、1号艇の上条選手は昨日の1レースのまくり差しを見る限り足はかなり上積みしているので、もともとこれモーター記録あるモーターなんで、まあ現状中堅上位から上位ぐらいはあると思います。3号艇の山口選手と4号艇の柳沢選手も、昨日までの気配を見る限り出足がめちゃめちゃいいので、まあ、特に注目なのが1、3、4で、ブス島選手は、まあ、伸びはいいんですけれども出足がちょっと足んないかなと思うことで3、4よりはちょっと劣るっていう感じなんですが、これ動くと思ったんですけれども、ブス島選手が動かずに枠なりになったので、本番は3対3かピット離れでブス島選手が飛んで5コースまで入っての 1、2、3、4、6、5、まあ、このどっちかになると思います。で、狙ったのが、3号艇の山口選手、上条選手の逃げ買おうとしたんですけれども、三隅選手が逃がし率がめちゃめちゃ低いので、だったら、まあ、3、4足がいいので、まあ、山口選手の3コース戦も期待値が高いんで、まずは山口選手を本戦に変えました。で、上条選手も足はいいので船圏内には残すっていう予想で3、頭固定の1を折り返しですね。で、3、1、4、6に追加購入。あとは3が攻めての4のまくり出し、4、1、3、5、6。5号艇の長島選手はなんで拾ったかというと、さっきのレースが、かなり船足よく見えたんで、まあ、ちょっと上積みしてるって考えれば5コースだったら全然3着だったらあるんじゃないかということで5までございました。はい、これ以上です。さあ、ブス島どこまで入るか。あー飛んだ飛んだね。なんなら4コースもないか。あんじゃね。まあ、なんか飛んだというよりは長島選手が遅れすぎたみたいな。さあ、2レース連続満周といきましょうか。なんだかさあ、強ポン行け。スタート展示とは5コース、6コースで入れ替わりがありました。スタート10秒前、強ポン。いいね、行ったね。強ポン行ったろ。これはまくり出すぞ。上条もいいけどちょっと伸びが足らんか。伸びが足んなくない。あー上条逃げたな。うめえな。ちょっと伸び足落ちたか。これ長島三着が高いよ。あ、持ってんの165。ああ謎に。ああ先回しもらえ。いや、あるよあるよ。これ125なら超高いんじゃね。待て待て、125だけない。なんやねん。うわ、ダメでしょ。あー、これでなくなるわ。あー、うわー、ブス島来た。ブス島ちょっと上積みしてんな。これかわすんじゃない。2か。ちょっと山口強ぽん伸び足、まあ、伸びはもともと弱いからね。弱くはなくない。初日は弱くて2日目はちょっと治ったけど、
にしても圧倒的に柳さんに覗かれてたの、うん、はい、7レース、このレースは F2 の山田選手の陰線なので、まあ、そこそこオッズは割れているんですけれども、船足がいいのが1号艇の山田選手はやっぱさっきのまくり差しを見ても F2 ですけれども船足は中堅上位ぐらいはありそうで、勝負かけなのでさっき1着取ってるんで、これ F2 ですけれどもある程度絶対踏み込んでくるんで、僕は結構1を重視して買ったんですが、やっぱりコンマ1号ぐらいになるとかわされる可能性はあるんで、本命は5号艇の久田選手のまくり差し、久田選手は、もう僕が初日からずっと狙ってるんですけれども、船足めちゃめちゃいいですし、特にいいのは出足で5コースもうまいんで、茅原選手がやっぱりどうしても穴人気してるんですけれども、茅原選手って4コースから仕掛けていくタイプじゃないんで、だったら僕は船足のいい久田選手を狙いましたということで、1号1号流し、はい、で、3、4に追加購入してます。はい、でちょっとコンマ17とかになっちゃった時に3着まで沈む可能性あるんで、5341、これだけ押さえてます。で最後に足はしゃかってるんですけれども、3コースはやっぱめちゃめちゃうまい平本選手がうわまくり刺しちゃったよってパターンあると思うんで、軸の久田選手を残して1313個、これだけ買いました。さあ久田いけ、久田うわ珍しくこれガヤーラが絞るかも。いやーやっべー、久田久田さて、よしナイス、よし待てー、1が潰れたらない、5-6はねえぞ、5-2はあんの、5-2ある、マジでこれ特大満州だぞ、やりやって1が来て山田！待って、シゲアにうますぎだって、それは無理だ、5-6はないわ、もうそれうますぎ、無理、山田チャンス、山田突っ込め、ある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 、全然ある、山田！うわぁ無理だ、これは特大満州？待って、シゲアにうまいって、526なら多分、526でも3万周ぐらいつくと思うよ、俺ほら、おーうめえよ、いや、1になんじゃん、山田乗った、5流し1で買っとけよかった、際どいね、どっち、いやでも俺5-6は買えねえな、さすがに。はい、8です。ここは前本選手が動いたんですけれども、誰も入れずにオールスローということで、本番は展示通りのオールスローか動かずに枠なりの3対3だと思います。で1号艇の馬場選手の船足は、ま、昨日の6コース戦とか見ても出足を中心にめちゃめちゃいいので、ま、陰線の実績もめちゃめちゃありますし、これはオールスローになっても3対3になっても逃げると思います。オールスローになった場合やっぱどうしても1-2になっちゃうと思うんで、まあ、3対3になることを祈って、だったら角に引けば木下選手が2着まで刺してこれるんじゃないかということで、1-4-2-5、この2点で、ただオールスローになるとやっぱ2着まで来るの厳しいと思うんで、もうこれは勝負度かなり低めで、もう1万円しかかけないで2点勝負で、桐生選手は当然売れているんですけれども、もしオールスローの5コースになった場合2着まで来るのかなり厳しいと思うんで、だったらもう3着で売れているんで3着で、まあ、拾っていくっていう形で、ちょっとここはまあ様子見な感じで、はい、あ動かねえな、あ行かない行かない、よし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 、これならあるな、2つに分かれました、スタート前残り10秒です、大学生は予選競争となっています、ちょい深、うわっ、うわっ、ちょっと待て、マジか、そう来たか、しまった、
しまったなんでこんなクソみてえなホナケン買っちまったんだ46で頼むうめえギリ何それこんなことできんのギリうまこれ4号まであるぞあうめえ45やでも77倍ついてるからねおめでとういやーマジで一番勝ちもないけないような喧嘩ったわ逆を取ってればねもうやってんだよもうこういうのってほんと流れ悪くなるから一番やっちゃダメなんだよだって攻めの予想組んでたら絶対当たってるからね確かにねやっちゃいけないことした攻めの本戦だったな俺はああはい、9レース、このレースはモーターがいいのが1、3で、特にモーターがいいのが、3号艇の白石選手、白石選手は、まあ、前半2日間のフランシュを見ても伸び足に関してはもうトップクラスで出足もめちゃめちゃいいので、まあ、今節の中でもトップ3ぐらいに入るぐらいの僕はフランシュはあると思うんでやっぱりこの3が鍵を握ると思いますただ原田選手はスタートがめちゃめちゃ早いんで、まあ、正直白石選手伸びあれば潰せるとは思ったんですが意外と3号艇穴人気してるんでだったら森田選手5号艇の森田選手が昨日転覆してるんですけれども部品交換もしてないですし展示を見る限りそんなに足落ちはなさそうなんでこんなに売れないんだったらちょっと森田選手の一発僕は狙いました、まずは1551の流し白石選手が思いっきり握っていけば原田選手が抵抗して差し歯開いたところまくり出すっていうパターンがあると思うんで1号でも3じゃなければ40倍近くついてるんでまずはこれを買いましたで白石選手に追加購入でそして白石選手のまくり差し白石選手多分スリット抜けていくと思うんで、まあ、まくり差しのみ買いました31456で最後に思いっきり握っていって3も5もついてきちゃったパターンで1が残しての351これだけ買いましたのでまあ中穴狙いでここは勝負したいと思いますはいさあ行けいいわ伸びるからマギアラがいいねえうわいやでもこれあるよほらグイグイ伸びてるもんなんで逃げんのなんで逃げんのよ。一番いいけど。いやちょっとそれはやなぜ？おい。なんで逃げた。落としてりゃ絶対入ってる。ああ。でもちょっと出足落ちたか今のあんだけターン流れてりゃ刺さってもおかしくないのこのレースの前くらいの出足はあんま良くなかったから白石うんそうかな俺陰線あれはあんだけ外して残したから出足もいいと思ったんだけど最後のレースは5コースからまくり出しまくり出しもね波でポッカーを見て流れたから出足良くないですかおお。今のよくの天使だねはい、今のは仕方なしはい、では10レース、このレースは進入から、ちょっと変わったんですけれども岡崎選手が動いて1、2、3、4、6、5ってなったんですけれども前付けでコースを取りに行くっていう感じじゃなくてまあ、なんかすんなりと F2 の柴田選手を外に出してなんか
深くはならなかったんですよ。なので本番も、まあ、展示みたいに深くならずの5コースまでスローか、枠なり3対3、まあ、これはちょっと柴田選手の動き次第で変わると思うんですけれども、この2パターンを想定してます。1号艇の吉川選手は、まあ、モーターも悪いんですけれども、最近陰線めちゃめちゃ落としてて、最近の10走を見ても3勝しかしてないんで、やっぱり陰線ここちょっと嫌って面白いということで嫌いました。鍵を握るのが2、3だと思います。まずは2号艇の池永選手、ちょっとまだ調整合わせてないんですけれども、前半の陰線のバックストレッチの伸び見れば、伸び足に関しては、上位あると思うんで、吉川選手が最近、まあ、よく遅れるんで1コースから、そういう形になればまずは池永選手がまくりに行く展開があるんじゃないかと。で仮に池永選手も一緒に遅れれば、伸び足がいい武蔵島選手が思いっきり握っていくということで、2か3どっちかが握る予想です。本命はもうさっきもお世話になった4号艇の西村選手のまくり差し、まあ、船足に関してはここに入っても僕は抜けていると思うんで、2が握っても3が握ってもまくり差してきて突き抜けるということで、まずは4123流し、はい、当然展開を作ってる2と3を残してます。で武蔵島選手絡みに厚めに購入しています。はい、池永選手が握っていった場合、バックの伸びあるんで残せる可能性あると思うんで、大穴ですけれども23234、それから2436、はい、21を抑えなかった理由は、今節2コースの差しって多分まだ1本も決まっていないので、ちょっと傾向を考えても厳しいんじゃないかということで、だったらもう握っていく展開にかけて西村選手と池永選手を重視したって感じですね。仏島選手はやっぱり売れてしまっているんで、まあ足に関しては僕は西村選手の方が全然いいと思うんで、西村選手を本命しました。はい、3対3っぽくない？3対3だ。どうなんだろう。いや、ちょっとわかんねえなぁ。5コースに構えんのかなぁ。あれ ?3 対3じゃね？これオールスローにしたら俺怒るからね。引けよ。これオールスローやってるか？やめてくれ。これ引かなかったら意味わかんないよ。引かないのか。まあでもこの体型なら大丈夫かな。引かないんだ。謎だなマジで。やることが。あ、ボスが行った。刺さったか。うわ、つまんねえ。いやーてか岡崎マジか。なんで謎のことさ、なんで引かねえんだろう。はい、11です。このレースなんですけれども、船足がいいのが2、3、5。2号艇の松田選手は、まあ、もともと記録ある25機ですけれども、初日からバッチリ調整はしてるんで、まあ、まずこれは当然注目のモーター。そして5号艇の山口選手は、初日から、まあ、連勝して、出足に関しては、まあ、今節の中でもトップクラスはあると思います。で3号艇の菊池選手は、66号機はもともと記録があるモーターなんですけれども、まあ、最近ちょっと B2 選手が立て続けに使ってモーター壊れてたんですけれども、昨日の逃げを見る限り
ちょっとパワー戻してて、現状中堅上位ぐらいはあると思うんで、まあこれも注目ということで、2、3、5が注目なんですけれども、4号艇の川北選手が前半のレースを見返してもちょっと足がひどくて、スタートも決まってないし伸びもかなり弱かったんで、だったら僕は5号艇の山口選手のまくり差し、まあ少しスリット優勢になれば山口選手が覗いていってまくり差すっていう展開ですね。これを買いました。5、1、2、3流し、はい、出足はいいんで差し場が開けば絶対来ると思うんで、5、1、2、3、1、2、3に追加購入ですね。で最後に菊池選手の上積みを評価して3、5、1、2、6だけ抑えました。瓜生選手は前半2日間見ても、 もう本当に足はひどいんで、瓜生選手でもこのメンバーに入れば厳しいと思います。で松田選手が握っていっても差し場相手の5のまくり差しは狙えるんで、まあ、それを配慮しての 5、2 も抑えたって感じですね。はい、これで勝負します。スタート頼む。うわ、川北が行った。うわ、詰まった。1、2か。うわ、ダメだ。バギシオの影響あんのかな。この2本は絶対荒れると思ったんだけどな。残念。一番荒れると思った2レースでまさかの逃げ残念。はい、最終レース、ここはモータイーノが1、5、石野選手は直線が多分今節の中で節1で、田村選手は出足が今節の中で節1ということで、まあ、1、5とか1、3、5とかが売れてるんですけれども、ちょっと気になったのが石野選手のスローからのスタート、今節はスローから2戦してコンマ26とコンマ24なので、スタートちょっとここ遅れる可能性があるってなったら、重成選手、桐生選手も釣られる可能性あるんで、一発があるとすればモーターずっと深谷選手の肩まくりということで、それ狙いました。はい、4、1、5流し。石野選手伸び足は節位置なんで、モータースタート遅れても伸び返して絶対に深谷選手に抵抗する形になると思うんで、1は2着2だったら残せるっていう予想です。1号に追加購入で、出足は節位置の田村選手のまくり差し5、1、4、1、4、6で、1、4に追加購入ですね。で、最後に、深谷選手が絞っていって、抵抗された時、石野選手に。で、そうなったら石野選手逃げなんで、1、4、6、4、5、6。じゃあ、まくり差しに切り替えた時に、2着に来る深谷選手と、展開つく石渡選手が2着に来るパターン。で、最後に、4が吹っ飛ばされて、5、6だけついてきたパターン。押さえてます。これで勝負です。多分、1、4、5が来なければ、逆転勝利になると思う。145が来ちゃったら多分ちょっとマイナスになると思うんですけど、最後はこれで勝負してみます。はい、3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 、
若干足らん。あー逃げた。あーガチガチ。ガチガチやな。つまんねー。ちょっと遅れて、絶対スタート遅かったよね今スロー。どうだったの？多分俺20ぐらいだと思うんだけど。で深谷が11とかじゃないかな。はい、お疲れ様でした。負けました。負けてしまいました。20万ちょい投資の1本しか万ちょい当たってませんので10
2万ぐらい回収か、11万9千8千ぐらいでしたね。はい、残念でした。ズバリ敗因は何だと思いますか？なんだろうね、なんだろうね。やっぱでも10、11かな。俺あそこは絶対あれと思ったんだけどさ、うん、やっぱあそこで握られたらちょっと困るよね。やっぱ満潮の影響があるんかな。そうだね、まあ干潮の時間帯はしっかり上げてたから。そうだね、だからちょっとやっぱり初日は腰をということでうまくいったのかもしれないですけど、今日は一応な、な、うん、中潮、中潮だっけ、うん、まあ腰をよりは、潮の緩慢さが激しかった、うん、状態の満潮でちょっと金額を張ってしまったところが敗因でしたと。満潮は一応3本ぐらい出てんだよね。そうだね、だから久田選手のあれな、あれさえ仕留めることができていれば勝てていたって考えると悔しいですけども、まあ仕方なしというところで切り替えて、また明日以降頑張っていこうと思います。はい、難しかったね、ちょっと今日は。どうした？いやいや、まだまだこっからでしょちょっと後半戦頑張っていきましょう。またここで負けといてよかったよ、調子乗んねえから。逆にね、ああ、ちょっと頑張って研究し直して頑張りたいと思います。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。